こんにちは、P です。ホライゾンゼロドーン2回目です。メインクエストのね、槍の先っぽっていうのかな、なんていうんでしょうね。これちょっとわからないです。で、今、家を出てロストってさ、探してるところで、レベルが3に上がったから、3つ、3、月だった、ポイントがあったから、まあ、一番最初はね、サイレントストライクと、精神統一と、ルアーコール。この三つがいいと思います。はい。一応それ取りました。はい。ではね、向かっていきます。あ、ここにあれあるね。必要になることがあるかもな。今朝は狩りのはずだ。なんでいない？どこに行ったの？あ、向こうにいるね。マークが出てる。俺さ、どの辺？全然地図じゃわからない。うわ、すごいね。なんだろうこれ。すごい、いっぱい。え、2はあんまりないのに。あ、ここで何してる？焚き火ね。1はすごいね。いっぱいある。なんで？いた。なんか黄昏れてるよ、大丈夫？アーロイ、来たか。まさか狩りに行くためにロストを探す羽目になるなんて思わなかった。お前に話がある。お前の訓練について考えていた。生きる術と狩りを学んだな。だがまだ教えてないことが一つある。学ぶ意思は？もちろん、あなたの教えは全て受ける。最近少々問題があってな。この教えを学ぶいい機会にはなるが、とても危険だ。備えは万全に。さもなくば死ぬ。安息の地へ降りて、炎の矢の素材が集まるまで狩り続けろ。炎の矢？問題って一体何のこと？素材を手に入れたら、あそこで会うとしよう。母の源へと続くもんだ。あ、北の門？安息の地の端の？そうだ。さあ、行きなさい。何か悩み事？いいや、何でもない。他に安息の地でやることはある？変わり者のグラータに食料を。時間があれば1週間分の肉を買ってやれ。一度でいいからお礼を言ってくれればな。おきてに従っているだけだ。彼女が口を聞かないのは侮辱じゃない。ならいいけど。試練の後のことが心配なの？分かりきったことだ。お前は部族の一人として認められるが、私は変わらん。異端者だ。ロストン、たとえ認められても私は。やることが山積みだ。また後で話そう。はい。素材を集めに行く。でも、カルストのところにも寄ってくる。アーロイ、あいつはお前と話すたびに掟を破っている。ありがたいことだよ。他の商人は異端者にトラップキャスターを売ってくれないからね。なら余分に買っておけ。今晩使うことになるだろう。不吉なこと言うな。分かった。北の門で。ん？どれ？これか。これがメインクエストかな？ん？何だこれ？メインクエストが先、これ。これで先にやろうか。ロストの様子が変だ。私がロストを見捨てるとでも。今度は見る人と違う気がする。ここ？あ、まだあった。ここか。
道なりか。あの任務をね、あのやった時にほとんどがメインクエストだけど、まあ、サブクエストやらずに進めてたら、あのやっぱりレベルが上がらないのとスキルポイントが足らなくて、なかなか強くならなかったんですよ。で、途中でレベル25、6の頃かな、あの行き詰まっちゃったんですね。理由があるならばだけど、よし、じゃあ炎の矢の素材を集めるか。これはどこ？で、サブクエストやってね、レベル上げて、まあレベル31ぐらいまで上げた。で、クリアできたりもしたから、やっぱりある程度サブクエもやらないと、レベルが追いつかないですね。で、大体に行き詰まった時のこの YouTuber さんの動画とか見ると、私よりかなり皆さんね、やっぱりレベルが高いんですよ。だからね、ちょっと、ね、もちろんもともとゲームに慣れてもいないのに、初見だからね、慣れてもいないのに、レベルも低かったら、きついよね。って思いました。なんか、ちょっと待って、なんかびっくりマークあるよ。どうしよう。セーブポイントもあるから、焚き火が。受けてこようか。あ、ちょっと待って、来た。来ちゃった、バレた。あ、2匹、バレてるね。これ、サイレントする。あ、これこれ。どこ行くの、あなた。はいか。お、いいぞー。これだよね。はい。え、もう一匹。あ、赤くなってるじゃん。あ、治った。二匹かな。二匹。あ、そこにびっくりマークあった。よし。あ、わった。もう、楽しい。やばいなぁ。あの、確かにね、1やってから2やればまたね、それも楽しかったとは思います。でもね、2やってから1も、これもありかなって思いました。あ、ちょっと待って、あれ無理でしょ。やめてよ。あそこに、焚き火あるじゃん。あれどうするのあれ。え、来るの？動物橋渡れるの？マジか。やめて。うわ、来るよ。うわ、結構勢いで来るの、それ何だっけ？黒いな、なんか。そうだね。またか。はい、できて。これこれ。これがね、え？なんだったっけ？呼ぶ。来ないのか。なんだよ。来ないのか。じゃあ、行くよ。はい、サイレントスパイク。はい。ん？やったやった。シャードブレース。もう一匹ぐらいいなかった。あれ？いないか。あれ？いないな。いや、なんか焚き火のそばにいたよね。これ、やめてほしいな、ああいうの。あ、はい。ねえ、ここだね。クエストの人。お前、やっぱちょっと若いな。どんな結果になろうと、とにかく助けがいる。それでどうしたんだ、足に怪我を。私じゃなく娘のアラーナが危ないんだ。スクラッパーを追って母のゆりかごに、命に危険が。私は立ち上がれず追うこともできない。探してくれないか。私と話したら長老たちに追放されるかもしれないぞ。構わない。娘を探したくてもこの足じゃ無理だ。なあ、見つけてくれ。あの子が無事ならどんな罰でも受ける。アラーナは母のゆりかごへ行ったんだな。ああ、南東にある。娘には禁じていたが、母を亡くしてから手に負えなくて。くそ、情けない。妻を亡くし怪我まで、娘すら探せない父親だ。どうか私に手を貸してくれ。なぜ娘は一人でスクラッパー狩りに。私のせいだ。私が追いかけてたが、足に怪我をして。なんとか逃げたが、機械に槍が刺さったままだ。
去年亡くなった妻のエディーナがあの槍を作ったんだよ。アラーナには大事なもので取り返そうと後を追っていった。娘さんを探してみるよ。無事を確認してくれ。お願いだ。はい、母の辿った道。まずは最初にこれやろうよね。うん、1週間分のお肉って言ってたよね。まずはグラータと話す。グラータついね、OBS の画面でやっちゃうんですよ。だからそうすると見えないちっちゃい字が今戻しました。マイクをね、たまに消音とかにしたり、ミュートかにしたりしたときに、このまま忘れちゃうことがあるからね。だから、OBS の画面だったらそれが一目でわかるから、ついつい OBS のモニターのちっちゃい画面っていうのは、やってるとね、小さい字が見えないね。どうもグラータ。うわ、直しました。様、追放されて以来、私は川の流れのように不変だったでしょう。石のように固く忠誠を誓ったはずです。どうか寛大さをお示しください。今一度私にその恵みを。大丈夫だよ、ウサギは私が。おいなる母よ、風に乗ってあなたのお声が聞こえます。祈りの数珠にお恵みをどれだけ感謝したか。でも東の高台でなくしてしまった。この老体では戻ることも叶いません。それじゃあ今回はウサギと飾りがいるのか。わかった、また後だな。なんかいきなりそばに虫しいたね。ウサギの肉じゃなくてもいいの？え、これがグラータでしょ？で、もう一人が、これか？あ、母の辿った道はこれだ。え、これなんだろう。あ、これメインクエストだね。え？ここ。マグラタ先に行こうか。ゆっくりゆっくり。でもこの頃からちょっと強気な感じの喋り方は一緒だね。でも多分声優さんも違う気がするよね。2とね。どこだっけ、まだ先だよ。あ、何これ、何リクエストもあるぞ。まず2つあるって言ってるからね、先に消化していかないでしょ。向こうか。あれ、こっち買った。なんだ、これも近くまで来ればほら有効になってるね。肉を集める。あ、これか。待って、あ、集めた。アライグマ。よし、グラータは数珠が東の高台にあるって言ってたな。それほど遠くない。何でもいいのか。だか。え、待って、でもさ、あれどうすんの。なんかいるよね。まあちょっと撮るとき長押しの設定しかないのが嫌かも。とりあえず集める。
何これ。ああ、ストライダーからブレイズを集めるが、あ、それでここなんだよな。うんうん、そういうことか。これもブレイズなの。え、ウォッチャーとか。あ、ウォッチャーからブレイズに。はい、オッケーオッケー。これがメインクエストなんだ。ごめん、なんか赤くなってるんですよ。これの時は、あの、2の時はね、あんま使ったことなかったんだけど、なんか、これ石の使い方がね、あんまり1、2の時は分かってなかったんですね。でも、ね、今回はね、チュートリアルでロストに教えてもらったから、この石の使い方なんてね、あの、1やってる人の常識だったと思うんだけど、やってない私にとってはね、よく分かってない。でも便利だよね、やっぱり。石から。まだかな。あ、ストライダーがあれば、まだなんだよね。グラータは信心深い。でも高台へ近道できるほど体力はないはず。あそこか。はいはい。あ、やばい。こういうの落ちちゃうんだよね。あ、危ない。え、なんか、うん、上から。上だね。よし、上だ。あ、このゲームさ、見えないよね、ほら。あの、ワンチャーとかツームとか、あと2も、2はね、かなり表示してたんですよ。あの、登れるところね。これ見えないよね、あん、だから、なんか、見えない。だいたいね、なんていうのかな、見えるようになってるんですよ。わかりやすい。このゲームは、そうなってないから、見落としちゃうと見落とすね、これ。だって、まあ、この黄色はわかるけどね。大体登れるとこって、そに、まあ、今みたいに白いのもわかるけどね。で、そ、ここだね。へい。え、これなの？これは期待できそう。あ、これが嫌かも。裏方の祈りの、なんていうの、数の玉。あった、ね、グラータの術だ。ここにお祈りに来るのか。母なる門が見える。え、ここまで登ってくるの？彼女は何がイライラするかって、無視されることか、いつも女神に語りかけて。おぉ。あば、おい。え、どこ行くの？王国か？王国だね。王国にいる前に、こことこれか。あ、いや、先に。うん、どうしよう、これ。うん。これだけ集める。どれ？あれかな？あれだね。これなら早い。え、これ、これ、これじゃない。いけるかな。バレないね、バレないね。あと1個だ。え、あれは違うな。これが、これ、これだよね。ストライダー。え、
物落ちちゃうってね。ん？あ、取れたね。はい、取れた取れた。いいだよ。あとは、これ OK だから、こっちだね。グラザ。え、え、やばい。え、どこ、どこに行くこれ。あ、結構いろんなとこでバレてるよ。待って。まあ、もちろん戦った方がいいんだけどね、きっとね。シャードがお金だよね。まあね。アラーナだな。困ってるね。助けて！まず、やっつけないと。じゃあやり過ごさ。何匹いる？結構いない。あ、オッケーオッケー。誰か、お願い、囲まれちゃった。分かったよ、待って。うわ、木がいた。え、正面じゃストライク出ないのか。ね、真っ向勝負みたいなやつ厳しいよね。あと何匹いる？待って、待ってよ、待ってね。これどこにいる？え？はい。あと3匹も見えるね。どこに登っちゃったんだろう。ウォッチャーたちを倒して やっちゃえ。あー、2匹来てる、2匹来てる、やば。向こうのが赤くならない、大丈夫。オッケー。そうよ、やっつけちゃえ。よし、うまくいったね。降りてきてるよ。登れるのか。ありがとう。ウォッチャーにバラバラにされるかと思ったわ。お父さんに頼まれたんだ。さあ家へ戻ろう。分かってる。でもスクラッパーからお母さんの槍を取り返すまで戻れない。とても大事な槍なんだな。お母さんが死んでしまう前に作ったの。お父さんたらそれをなくすなんて。わざとじゃないさ。スクラッパーは危険だ。そうだけど、でも二度と戻らないなんて考えたくもないの。どうして木の上にいたんだ。母のゆりかごまでスクラッパーを追って様子を見ていたら、ウォッチャーに見つかって仲間を呼ばれたの。女神様、私ごときの腕じゃあの槍を奪い返せるはずない。お父さんがお前を心配している。お父さんは茂みにちょっと足を踏み入れただけで心配するんだから。アラーナ、お前を失いたくないんだろ。分かってる。でもお父さんは私を叱ってばかりなの。槍を探してみる。本当に？ああ、ありがとう。お父さんを探せ。母の源の南で足を怪我してしまったんだ。大変。分かった、お父さんのところに行く。ありがとう。はい。じゃあ先にね、こっち行こうね。
これなんだろう、これも気になるな。右だね。あのグラータの、あれどこ、え、この辺にいる、何かいる。ああ、あれか、上にいる人か。ねえ、そこにいるの。はいはい、先にグラーテ行きます。待って、やばやばいって、バレちゃったって。危ない、何、あ、やばいぞ、俺はやばいぞ。ねえ、聞こえてるの。やばいって、やばいって、何匹いる、やばい、しかもなんか強そうだよ。ピンチピンチ、やばいって。どこ？この先？あ、偶然。偶然会ってた。あ、先に報告するの、ちょっと、配信立てなくしたかった。今はそっとしておこう。今はそっとしておこう。ほんとだよ。あんまり受けちゃってね、あの、まだ、いっぱいいっぱいになっちゃうと困るから。グラータだ。女神と二人。いい知らせだぞ。女神様が、またしてもウサギをくださった。それと数珠も見つけたよ。もう。なくすんじゃないぞ。大いなる母よ、あなたがお作りになったこの世界で恵みの涙が木々を濡らし喜びで満たすのを毎朝感じています。あなたへの感謝の気持ちで涙が出ます。女神には涙を見せて私は無視。わかった、まさに異端者の鏡だな。グラータ、しばらく会えないかもしれない。試練に出るつもりなんだ。でもその後はどうなるかわからない。女神様、あなたのくださった恵みに感謝しています。試練の時にはあなたの偉大な知恵で寛大な義勇兵に恵みをお与えくださりますよ。ああ、言いたいことはわかった。じゃあまたな、グラータ。大いなる母よ、この数珠で何年も祈りを捧げてきた私の声をお聞きください。あ、クリアしたんだよね。あ、はい、これ、どこだ、あの、これか。ああ、トラベルパックが必要なんだね。はい、いるだよね。待って待って、いっぱいいるんですけど。どうしよう。ここ。右だよ、右。間違えちゃった。右だから、右だよ。こっちだ。あ、そうそう、こっちだね。
あれ？あ、フォックスで調べるのか。あ、オッケーオッケー。何だった？あ、これだね。はいはい、オッケー。変わらないよね、なんかできることも。あれ？どこ行っちゃった？スクラッパーを追えば槍が見つかるかもしれないな。ん？何？なんて？クラッパーの殺し屋頼む。え、こっからどこ行った？こっちか。あれ？見えないよ。なんで見えなくなったの？母のゆりかご。あ、雨だ。あ、動物だ。動物もね、結構集めないと大変だよね、きっとね。結構ね、素材集めが苦手です。川を渡ったみたいだ。反対側も見よう。ドラクエでもね、金策、まあ金策っていうのはね、問題は結構あるけど、うん、ドラクエのこの素材集めはね、金策だよね。あれ？なんかおかしいの？どれ？また切れてる。カルストからトラップキャスターを買わないと。まあ、ちょっと私はね、キラキラの金策やらないから。職人が好きだからね。でも素材集めはどのオンラインでも多いよね。あ、金をやった感じだと、まあ、金作っていうより、ね、自分の好きな武器防具を作るようにね。え、待って待って、なんかやばくない？ワールドの役の開始。それちょっと待って。なんか、タイトル変わったけどさ、タイトルっていう。え、どこ？え、なになに？どこ？ちょっと待って。あ、でもマークがついてるか。上だね。上か。ん？わ。え、なんだあれ？え、うわうわ。あ、これってさ、これってあんまり、ここ、いや、違うな。生きた。暴れた、暴れ、バレちゃうのか、ここ。ない、ないのか、これ。え、高いものがない。高い。影がない。え、マジか。え？やばいじゃん、これ。これはやばいです。なんだよ。隠れる場所がないな、あった。バレてる？バレてるよね。来たか、来たね、降りてくるんだ。やるなぁ。いや、2匹もいる。わぁ、3匹もいる。これ無理じゃない？ちょっと待って。あ、順番に来た。え、これ違うぞ。違うの、おっちゃんじゃなくない？あー、やばい。どうなった？うわ、待って。やばいやばいやばいが。あ、いなくなった。よくできた武器だ。あ、また、いる、またいる。あれ？上に、ちょっと。下の方がいい。上なんか、草、この背の高い草がなかった。もう一匹。やめて、危ない。あー、失敗だな。やばいね。
で待って。ああ、ピンチです。よし、今ちょっと強引に過ぎたね。厳しい。サブクエストでこの強さがやって感じだった。溶けた雪でびしょ濡れだ。ちょっとこれ高い茂みじゃないんだね、ほら草が。え？なくなる？え、どうや？あれ？この辺にいたじゃん。どこ行っちゃった？みんないなくなっちゃった？あれいないよね。あれ？え、どこ？え、なんかずれてない？どこに行くの？私これじゃないの？あれ？間違えた。よっちゃんね、どこだ？うん？どこ、ここまで来た？なんだなんだ。ここまで合ってたよね。戻る？どこ？どうなの？これ？もう見てて。あれ、わからなくなっちゃったな。ちょっとね、よくわからなくなっちゃいました。はい。ちょっとね、次回にちょっと整理して続けていきたいと思います。母の辿った道だよね。はい。じゃあまたです。バイバイ。